これ村人行くってネバーに村人行くねえねえ、こっちの家壊して一個右に寄せる、うん、あ、これがそこか一枚ずつ、ここかよ、ここがまあまあまあ、畑潰しましたね。ほんと、どの顔して言ってんだろう。いや、そしたら、カナエさん。はいはい。見てて、見てて。俺が見事に、そこのカナエさんの不満を解消できる。素晴らしい案があります。要するにですね、ダメだこれ。破綻してることに気づいた。ほらね、見た目は。まあ、なるほど。うん。まあ、ちょっと屋根がっていう問題はあるんだけども。そしたら、ほら、このガラスが。ガラス？ガラスが真ん中にあるはずなんで、一個増やさないと。全然ごまかせてない。まるでごまかせてない。よーし、つながりましたよ皆さん。ネザーへの道が、ちょっとここは一回持ち帰らせてください。ネザーゲートはとりあえず変えないでおきます家の方をちょっと、はいはい、まあこっちにももう一段増や伸ばしたら、そしたらこれあれなんです、ここの一段残しがね、宇宙の法則が乱れる。いやでも乱れが正常なんだよ、やっぱり一種の乱れもないものっていうのは、うん、不自然。逆に揃いすぎてて、うん、不揃い直します。ロビン君もね、散々やっぱ俺と一緒にやってる時に俺がクソみたいなこういうものを作るとロビン君も怒っていたけど、やっぱりハードフォアということで不問とされてる。あ、どう、なんでこれ色違うんすか、柵の。ん？なんで柵の色違うんすか。そんなこと言ってらんないから。はあ、ごめんどくせえな。お昼かこれ、日没か昼か。改造されてるな。あ、でも全然ね、汚くない。ほんと？うん、全然いいんじゃないですか。よかった。うわ、これ15、もう一個欲しい。本棚、いや、もうない、置けないわ。この1個いいから置きな。置けないよ、いいこれ。いいから置きな。いいから置きな。ああ。せめてあと2個ないと置けの。あとで足せばいいんだよ、あとで。あと絶対足してくれる？あ、足す足す。じゃあ、ここと。あ、あ、ここ取って。ほんなら本に取ってよ、それ。まあまあ、木材あれば。うん。こちら。オッケー。へっち。行った？行ってるね。